今年はワールドカップイヤー、6月のフランス女子ワールドカップを前に、なでしこジャパンの代表メンバーにとっては最後のリーグ戦を迎えます。2019プレナスなでしこリーグ1部、今シーズンは各節2試合、なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りします。この時間は第9節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナク神戸レオネッサの一戦を、千葉県千葉市にある福田電子アリーナからお送りします。ゲームの解説は、女子サッカーを幅広く取材され FIFA 女子プレイヤーオブザイヤーの投票ジャーナリストも務めていらっしゃるスポーツライターの江橋義則さんです。江橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、ワールドカップの中断期間前の最後の試合となりますが、両チームどんな風に捉えているでしょうか。そうですね、この両チームは今勝ち点で並んでいて、周囲を勝ち点差3で追っているという位置につけているので、今日の試合はもちろん勝って、周囲から離されないようにね、して、後半戦を迎えるという意味ですごく大事な試合ですよね。はい、もうお互いに本当に順位も近いですし、並んでもライバルなので、今日はね、かなり僅差のゲームになるんじゃないかなというふうに思っています。両チーム3位と5位、アイナックが3位でジェフが5位なんですけれども、4勝2分け2敗と本当に拮抗してますよね。拮抗してますよね。はい、前節なんですが、まずジェフレディースは浦和レッズレディースに2対0で勝利しましたね。はい、この試合ね、僕現地で見てきたんですけれども、本当にね、11人集中したジェフの守りが、無失点での勝利につながったという、すごくね、気持ちのこもったね、いいゲームでしたね。はい、もうとにかく走っていましたよね。はい、もう本当に走る、戦うっていうところがね、もうジェフのサッカーなので、今日は、男子 J リーグと同じ会場で、今日ダブルヘッダーですけどもね、男女共に走る戦うサッカーをね、お客さんの前で見せてくれるんじゃないかなと思います。はい、今日はこの後正午からなでしこリーグ、そして午後4時から J リーグの試合が行われて、取るぞ勝ち点6とホームページ上でも決意がね、現れてましたから ね。そうですよね。そして前節の後なんですが、藤井監督は、このダブルヘッダー試合についてプレッシャーですね、笑いと言ってましたね。はいはい、こけるわけにはいかないと、前回アイナクとの試合ではベクトルが合っていなかった、ただ今日の試合でベクトルを合わせれば力を出せることは分かったはず、勝ちに行きたいと、やっぱり気合の表れですよね。そうでしたね。カップ戦でね、一度対戦していて、この両チームはその時はアイナックが勝利したんですけど、そのベクトルっていうね、おそらくお互いのその共通意識のことを言ってるんだと思うんですけれども、先週のその浦和戦はそれがかなりね、やっぱり噛み合ってたんですよ。ですので、浦和にあったあの時みたいに気持ちを噛み合わせれば、意識を噛み合わせれば、今日のアイナックも恐れることはないよっていう、そういうメッセージなんで、選手にはすごく響いてる言葉だと思いますね。8節を終えて、もうチームワークも合ってきたんでしょうね。そうですね。さあ、そして一方のアイナク神戸レオネッサですが、11日の試合は AC 長野パルセイロレディースと試合をしました。4対0でこちらも複数得点で勝利しましたね。はい、すごくね、アイナックの、特にやっぱり左サイドの連携、これがね、もう今シーズンのもう大きな武器、長所っていう風にはっきり見えてきた試合だったと思いますね。左サイド細かくつないで、杉田から右に展開っていう、すごくいい形がもうできてきているので、今日もおそらく左のつなぎは意識してくると思います。で、当然ジェフもそれ分かって守ってくると思うので、立ち上がりの10分ぐらいどんな風に攻めるか守るかっていうのは楽しみですね。この得点力が上がってきた要因っていうのは、やはりその左サイドですか。そこがすごくね、リズムが良くなったことと、やっぱりそのラストパスが出る時のその、受け手の方のね、動き、フォワードの選手の動きがすごく噛み合ってきてる気がしますね。ですから今日も、とはいえ会えなくて多彩なんですよ。点を取る選手が毎回違うんで、今日もこれどっから点が生まれるかなっていうのは、アイナックのファンの方は楽しみだと思いますね。前節はちなみに増谷選手、牛島選手、そして京川選手が2得点を決めました。またこのアイナックはリーグ最少失点でもあるんですよね。そうなんですね。はい、守りもね、今年のアイナック特徴だと思いますよ。はい、そしてアイナックはワールドカップに出場する選手も5人出てますね。鮫島選手、岩渕選手、中島選手、杉田選手、三宅選手と、
まあ、この攻撃陣の中でどのようにジェフレディースが対抗するかというところも注目ですよね。はい、そうだと思います。改めて見どころはどんなところになってきますか。そうですね、まあ、アイナックの方はね、やっぱりその、まあ、代表勢の活躍中心に僕も今日見ていきたいなと思うんですけども、特に杉田ひな選手が中央からね、まあ、どんな風に自在にパスをチャンスを作っていくかってところ見どころだと思います。でジェフの方はね、センターラインに、ユース出身の若い選手がね今日並ぶんですよ、はい。ディフェンダー一ノ瀬、それからボランチの曽根で、フォワード小沢という、この若きもう中学生高校生の頃からジェフのサッカーが体に染み付いている彼女たちがお姉さんたちとどう協力し合うかっていうのが今日僕はそこすごく見たいなと思いますね。やはりそのユース出身ということで、その中でも息も合ってるというところもあるでしょうからね。そうだと思います。ジェフのサッカーっていうのはユースも同じサッカーを共有しているので、すんなりねこのお姉さんチームに入ってもすんなりやれてると思いますね。はい、今日はそういったところも注目していきましょう。さて今審判団を先頭に両チームの選手たちが入場しています。それではスターティングメンバーも紹介していきましょう。まずはホームのジェフレディースです。ゴールキーパーは船田真由、ディフェンダーは4バックです。左からキャプテンの上野咲、一ノ瀬千里、千野翔子、若林実り、ボランチには瀬戸口小杖と曽根奈美、左サイドハーフには前節得点を取りました山崎丸美、そして右には鴨川美穂、ツートップにはこちらも前節得点を取りました小沢博、そして大滝亜美が入っています。一方のアイナック神戸レオネッサのスターティングメンバーです。ゴールキーパーは竹中麗、ディフェンダー4バックです。左から牛島理子、鮫島彩、三宅しおり、高瀬めぐみ、ダブルボランチには伊藤美希、そして杉田ひなが入っています。左サイドハーフには増谷理香、トップ下には川野樹里、そして右には中島恵美、ワントップには京川舞となっています。前節から中田選手ではなく、今回川野樹里が入っています。中田は先週前半の終わり間際にちょっと怪我をしたという情報が入りまして、まあでもベンチには今日入っているので、はい、まあ、展開次第では彼女今日もプレーするんじゃないかと思いますね、はい。今日はダブルヘッダーの試合開催ということで、両チームにファンがたくさん駆けつけています。なんか日差しも強くなりましたね。はい、11時現在は 23.9 度、そして南の風 5.2 メートルの風速となっています。少し10時半ぐらいですかね、雨がパラつくようなところもあったんですけれども、ね、この試合開始に合わせて日差しも戻ってきました。では今日の審判団もご紹介しましょう。今日の主審は梶山房子さん、副審は萩尾舞子さん、小林直人さん、そして第4の審判には竹内真理さんです。あ、今写真を今ね、今この写真を撮ってる方がですね、はい、ジェフ千葉のオフィシャルカメラマンの方なんですけれどもね、はい、日本サッカー殿堂入り、日本サッカー協会の殿堂入りされたカメラマンさんなんですよ、はい。本当に日本サッカー界を長く、本当に昔からずっと追いかけて撮り続けてきたカメラマンさんで、はい、その方今ねジェフでやってるんですけれども、そのね殿堂入りが決まった時のジェフレディースの試合っていうのがすごくねいい雰囲気でね、点を取った選手が必ずそのカメラマンのところに近づいて笑顔で、でその決まったっていうその喜びの写真をもう本当にいい笑顔でね写真撮ってもらうっていうね、すごくこう微笑ましい感じの光景を今思い出しました。だからね、カメラマンさんもね、ジェフの誇りだと思いますよ。そう言って、ね、知識も入れていただくと、またこの写真を見る時の目線が変わりそうですよね。そうなんですよ。もう今井カメラマン、僕も駆け出しの頃から大変お世話になっている方ですね。今井カメラマンとおっしゃるんですね。今井さんです。はい。まあ、本当に写真というのは撮られる側によっても変わりますよね、表情は。そうですよね、そうだと思いますね。で今日もね
本当にいい写真がねジェフのホームページに並ぶとね、はい、ねホームゲームのホームチームの方のファンとしては嬉しいと思いますよ、はい、今日は多くのサポーターアイナックももちろんですしそしてジェフレディースのサポーターも駆けつけています。まもなく試合が始まります。今キックオフです。前半の45分が始まりました。右サイドは強化は高瀬がポンと出していきます。ボールが切れました。上野のスローインです。山崎アイナックボールです。高瀬のスローインになります。中島が受ける。中島から後ろへ三宅、大竹に収まるか。ここは小沢2人で囲む。小沢から山崎、ここは通りませんでした。立ち上がりからサイドの攻防かなり激しいですね、はい、その危ないプレーではないと思いますけれどもお互いにねこれ絶対相手に自由にさせちゃいけないっていうね立ち上がりからその意識は強いですね、はい、キッカー瀬戸口です。中央だ。竹中がキャッチします。竹中は昨日27歳の誕生日を迎えました。中島後ろに出します。鮫島から左に開いて牛島、伊藤からもう一度後ろへ、牛島、鮫島後ろで回しますが縦にポンと出しました。杉田左サイドを使う。やはり左サイド使ってますね。そうですね、アイナックね左は特にね牛島の動きがね面白いんですよ、そこ次第でね相手のマークがずれてくることあるんで、はい、ちょっと今日、まあ、始まったばかりですけども注意して見ていきたいと思いますね。牛島選手は19歳とこの中では若い方の選手なんですけれども活躍してますね。そうなんですよ、彼女ねサイドバックディフェンダーなんですけど、攻撃の時にめちゃくちゃセンスがある動きをするので、はい、鈴木監督もね彼女が攻撃に関わった時は本当に自分のセンスを発揮してくれというふうにもう信頼している選手ですね、はい、そのプレーにも注目しましょう。さあジェフレディースがボールを持ちます。2人に囲まれる。ボールは切れました。結構激しくやってますよ、はい、アイノックは本当に1人の選手に対して複数人で止めに行きますよね。そうですね、そこは徹底して、いけるといいですね、はい、ここがねマークがなんていうのかなこう分断されちゃうと逆にピンチなので、はい、ああいうふうに2人行けるときにしっかりそういうところにボールを回させてるのもいい守り方だと思いますよ、はい、さて前半立ち上がりは特にどんなところを注意して見ていけばいいですか。そうですね、やっぱり守備お互いに先に点を取られないということが、まあ、周囲を追いかけるという意味でもねかなり大事だと思うのでやっぱり第一に危険を犯さないことがもう一番だと思います。でその上でどう相手の網を突破したときに攻撃に人数をかけられるかというところだと思いますね。前半は堅実に現実的にというところですね、だと思いますね。千野若林アイナックボールです、ゆっくりボールを回していますアイナック。今アイナック画面の右側の方でワントップ強化はとそこに2列目の選手がこう今中島が言ったように、裏に走り込む動きで相手のディフェンスライン下げてるんですよね。高瀬がクロスを上げていく。ここは集中して守りました。船田がキャッチします。船田もいいリーダーになったと思いますね、はい、現在28歳とお姉さんの選手には入りますよね。彼女はね本当に若い特にねこの若い選手をね落ち着かせるなんかそういう安心感がありますよね。大滝にボールが収まります。
大滝どうするか、山崎に出す、小沢前を向く、一度くるっとここで大滝に預けます。じりじりと近づいていきます。上野、山崎、ここは通りません。高瀬から中島、中島からうまく通りました。強化は左サイド、注目の牛島が上がっています。攻撃はどうするか、伊藤、長いボールしっかりケアしていきました。高瀬がボールを呼び込みます。早いパス交換、中島が上がっています。山崎がボールをポンと高く出しました。まあ、今のアイナクの連続攻撃に対してジェフは落ち着いてしっかりね、近いポジションの選手がボールのところ2人がかりで行けていたので、はい、大きなピンチは迎えなかった、守り方も落ち着いて、落ち着いているっていうのと、これきっとアイナクとの試合でこんな風に守ろうっていうのはちゃんと決めてやってきてるのかなっていう風に思いますね。そのディフェンスラインに若い選手ということで、ユース出身の一ノ瀬選手が入っていますね。はい、背番号15の、センターバックに入っている一ノ瀬がね、はい、中学の頃からジェフでサッカーやってるんでしたっけ、ね、6節は途中出場となりまして、それ以降スタメンをしっかりと守っています。今日はダブルヘッダーの試合ということで、中1の時からジェフのホームの福ありでプレーすることを夢見てやってきたと、チームが勝つために私に最低限できることは無失点で守りきることなので、最後まで体を張りたいというような話もしていました。やはり憧れの場所なんです ね。そうですね、もう福ありが彼女にとっての、ね、目標の一つの目標だったということで、今日その夢が叶っているんでね、はい、もう楽しんでプレーしてほしいですね、はい。山崎、小沢です。小沢足が速い、いいクロスか、相手が先に触りました。大きくかき出します。強化は上野が一度ボールを落ち着かせます。一ノ瀬から千野、こうしたお姉さん選手に囲まれて、一ノ瀬選手ものびのびとプレーできるかもしれませんね。そうですね、やっぱりね、その年上の選手たちが結構意識して、その全体のことはもう私たちで考えるから、もう若い子は君はその自分の持ち味を出してくれというふうに、はい、先週のね、浦和戦の前もそんなふうに話してたそうなんですよね。それがその浦和戦の勝利につながって、またいいものを得られたかもしれないですよ ね。そうですよね。先週の戦いかなり自信になってると思うんですよ、やっぱりその開幕戦に出てたスタメンのセンターバックとボランチが一人ずつね、今ちょっと怪我で試合に出られない、西川選手と田中選手が、そうですよね、はい、でその二人をこう若い選手で、なんですか、はい、高瀬が入ってきました。右サイドから一度後ろへクロスが入ってくる、パンチング、上野、ここ青澤が取る、あ、いや小澤よく今味方につなぎましたね。そうでしたね、2人に囲まれてましたが相手を背負いながらプレーしました、いいプレーでしたよ、はい。この小澤選手も前回ゴールを決めていまして、一文字のようなゴールパフォーマンスがとても印象的だったんですが、では怪我で欠場していた西川選手と田中選手に向かって鴨川選手と一緒に令和のポーズをしたそうですでも、あまりうまくできなかったという話がありましたが、今日ゴールを決めたらもう一度やってほしいですね。あ、なるほどね、そうですね、はい、はい。まあね、前回 の、 その、ね、試行錯誤を、ね、はい、して良くなっていることバージョンアップされているという、そうかもしれないですねそうですか、まあ、ただこうした怪我をしている選手に向かってというところもチームワークの良さを感じさせますよね。まあそうですよね。三宅、中島からもう一度三宅です。伊藤、三宅から鮫島、さあ牛島、攻撃参加するでしょうか、伊藤に出します。
左サイドを使っていく、クロスが上がる、ボールを収まっています。ジェフレディスが奪い返します。小澤、ああいい、小澤のボール、山崎追いつく、あと一歩でした。いい展開ですね、はい、今の得点にはならなかったですが非常に良かったですか。そうですね、まあ、一気にゴールへ向かうところで一つ短いパスを挟んで、はい、小澤が受けたんですよ。だから小澤が闇雲にそのゴール前に走り込むんじゃなくて一旦近くで受けてあげたことでチャンス広がりかけたんでね、慌てないでちゃんとこう周りの味方が上がってくるのも計算しながらのプレーが、まあ、落ち着いてよかったなと思いますね今ね、はい、中島クロスはカットします。アイナックのスローイン、三宅、杉田、そこから高瀬、杉田から高瀬、クロスを入れていく、今のは頭であったんですけれども、ちょっと面白かったですね、はい、まあ、自分では打ち切れないと思って川野に流したんだと思うんですけどね、強化の判断はね、はい、まあ、もうちょっとでしたよ今。こういったことを続けていればいいんでしょうか。そうですね、まあ、ジェフが あんまり前から追わないでこうある程度全体を下げてゴール前をねしっかり人数をかけようという意識があるので、はい、アイナックとしては、まあ、今どうかな、ボールを持たされてる感覚あるかな。まあでもサイドから、崩していくこととやっぱりそのセンターフォワードが早めに飛び出して相手のラインを後ろ向きに動かすことと、やっぱりそういうのは続けていった方がいいと思いますね、はい、今もこれ鮫島が出す場所とタイミングをね今探っててそうでしたね、うん、高瀬、中島、杉田、牛島がボールを呼び込んでいます。もう走り出している、うん、さあ牛島から強化はこう狙ったんですが、うん、船田が取りました、うん、もう一つ牛島のそばにもう一人誰か寄ってあと一つサイドで崩しを作ってもいいかもしれないですね、はい、サイド一人だと、まあ、クロスが上がってくるっていうのがもう守備側は読みやすいんで、うん、あれはちょっと対応されちゃってますよね今のところね、やはりそのあたりも藤井監督対策をしてきてるということですかね、うん、間違いなくそうだと思いますね、はい、こんな風にこう中で一回ちょんちょんってつないでこういう形だと相手マーク取りにくいんで、はい、今のはいい、ね、っていきましたね、うんうん、この積極的なゴールはどうですか。こういうゴールへの迫り方すごく良かったのと、はい、まあ、強化も今のは迷わず自分で打つっていうのが、まあ、良かったと思いますね、はい、ちょっとタイミング合わなかったけどねシュートは。山崎宗トラップ右に開いていきます。ここは合いませんでした。アイナックボールです。今ちょっと飛びすぎちゃいましたけど山崎ってキック飛ぶんですよ、あのジェフの左ハーフね、はい、彼女は、その先週の裏合わせもそうでしたけどなんですかね、対角線逆サイドまで一発で出せるあのキックがかなり魅力ですね。もともと AC 長野でもプレーしていました。そして前節はゴールも決めています山崎丸美です。高瀬から杉田、いや面白い、杉田中島、うん、はい、アイナクが攻めていきたい場所に必ずもう待ち伏せしてるんですよジェフのディフェンスが、ああそれで今も攻撃やめましたもんね、はい、強化はもうしっかりとついていましたからね。杉田どうするでしょうか。クロスを上げていく中島、中島打っていくか、オフサイドでしたか、はい、あ
いやなんかサイドね、縦にボール出したいとか縦に進みたいところにしっかりもう蓋をして待ち構えているので、はい、アイナックはちょっと今一番やりたい攻撃をやめて2番目の方に変えたんですよね、中島、中島を杉田に出します。伊藤、ここは高瀬にもう一度出していきます。右サイド中央で受ける、中島、川野、さあ川野はどうするでしょうか。この位置まで来ています。杉田逆サイド、あ、一つかかっちゃったか。伊藤にもしっかりと前から守備していますね、小澤。あの早いサイドチェンジもやらせてないですもんね、そして一番後ろまで戻すしかないというところ、クロスが入ってくる。ただここもしっかり対応しています。千野が出しました。ここはボールが収まる。ただしっかりついている若林。これ左にあいなくね、左を深く攻めていったときに、はい、中島がずっとも必ずファーサイドで待ってるんですよ、ディフェンダーはボールの方をしっかり見なきゃいけないので、中島は多分視野に入ってないんですね。であそこから飛び出すっていうのを左からのクロスの時は中島かなり立ち上がりからずっと意識してるんで、これがなんかゲームの最後までになんか効いてくるかもしれないですね、その中島のコーナーキックです。中央に入ってくるパンチング、収める。マスヤ、マスヤはどうするか。まだある。杉田後ろに出すしかない。クロスが入ってくる。あ、チャンスだ。ゴール上です。あれ高瀬がオフサイドかな今のは、いや今高瀬に合わせるボール でやっぱり高瀬ってね、ペナルティエリアの中に入るともうさすがのストライカーっていう感じのね、はい、プレーをするんですよね。今サイドバック起用ですけれども、このフォワード起用の時っていうのは得点女王に輝いたこともありましたからね、はい、やっぱり失わないですよね、そういう長所はね、はい、セカンドボールは山崎、山崎自分で抜いていく、右に振ります。お、なんか前走り出している。怖いませんでした。ゴールキックにしました。ここまでは両チームどうでしょうか。ジェフの方の守りがね、破綻なく、本当にアイナクの狙いをやっぱこう賢く消してる感じに見えるんですよね、ジェフとしては。まあ何ですか、こう練習通りにうまくいってるぞっていう気持ちになってると思うんですよね。でアイナックはじゃあそっちがそうならオプションならこういう手もあるよ、用意してるよっていうところをそろそろ見せてくるのかなって感じですかね。おっしゃっていましたように多彩な攻撃も魅力ですよね、そうなんですよね。三宅から縦に長いボール、今日スタメン起用の川野です。船田に収まりました。アイナクはこのワールドカップ出場選手というところも注目と挙げていただきましたが、いかがですか。そうですね、やっぱり杉田ですかね、彼女がね本当によくいろんなところ見えてるよなって思いますし、はい、あとは、サメ島は今日センターバック起用で、鮫島かなりね、相手のフォワードに入るボールをね、うまくカットしてますよ、はい、鮫島すごく今日いいと思いますね、鮫島選手はもう3回目のワールドカップの起用ということになりまして楽しみになります。4年前や8年前とは役割が違うからといったようなことも記者会見では話していました。その鮫島のボール、ドリブルで駆け上がる牛島、一度後ろに出します。伊藤、伊
藤からもう一度牛島です。クロスが上がってくる中島、セカンドボールはジェフレディースです。川野から中島へ、中にはマスヤと京川がいます。もう一度中島、しかし先にボールを触ったのはジェフレディースです。ああ今面白かった、あのアイデア面白かったですよ、杉田の。今の杉田選手はどんな意図があったんでしょうか。今ね、選手の足元にパスを出すようなふりをして裏に出したんですよね、あれに反応して誰かが走り込んでいれば、多分ゴールキーパーと1対1でシュート打ててたと思うんで、狙いとしてはかなり面白い、いい狙いでしたね、まあ、そのあたりがまた後半になっても効いてくるというところありますよ ね。今完全に相手の選手もね、足元へのパスをもう警戒して立ってたので、今のはいや本当に相手の気持ちよく考えてるなっていう感じですよ。伊藤と瀬戸口のバトルでした。やっぱ激しいです、あそこはね、行かせちゃいけないですからね、お互い引くわけにはいかないですからね。そうなんですよ、そういうかなり気持ち入ってますよ、ここ中盤の争いも、その中盤で伊藤が受けます。伊藤自分で運ぶ、マスヤ、マスヤ打っていく。シュート数としては打っていきますよね、アイナックは。アイナックの方が、シュート打てるエリアまではボールを、ね、運ぶ回数多いんでいけてるんですけど、今のもミドルシュートしか選択肢がなかったんですよ、他の選択肢消されてたんで、シュートしかないっていう感じの、まさに自分でシュートコース作って打つしかないっていう風に、他の選択肢をやっぱジェフ消してますよね、今のはその人数をかけたことで選択肢を消したんだと思いますね。集中して守備をしているジェフレディースです。ここも3人4人で囲みに行きます。伊藤から杉田、もう一度伊藤へ、そして高瀬に出していきます。中島、京川がボールを受ける。これ高瀬走り抜けていってほしいな、ここ。ああちょっと難しいか。中島が右サイドクロスを入れる。ここは前を向けるか。お、強化は精度を欠きました。今の牛島思い切って飛び込んでも良かったかな、惜しかったですね、どうだ、ここは打っていった、弾いた、決まった。最後は中島でしょうか。中島ですね。ちょっと待って、その前にどうでした今。副審はね、旗上げ、いや上げてないです、上げてないんで、ゴール前でのファールとかがなければだけど、まあちょっとファールがあったみたいですね、これね、得点にはなってないと思います。なるほど、これゴールキックから再開ですから。そうですね、スコアには得点が1とは入っているんですけれども、これはゴールキックですのでファールがあったということですね。そうですね、今場内の、ね、スコアボードが 1-0 になっちゃってるけど、実際はこれ得点は入ってないです、このプレーの再開の仕方見たら、いやでもアイナック今ね崩し方面白かったですよね、細かくいって、ただあの中島が最後押し込んだ時にもう全然なんですか、棒立ちになってたんで、もうプレーが止まってるって中島多分分かってたんじゃないかな。なるほど、みんな行かなかったじゃないですか、中島もなんか、ね、足でちょんってやっただけだから、まあファウルがあったんでしょう、いやでもアイナックはちょっと畳みかけてゴール前迫っているので、もう一回やりたいですよね、これね。逆に言えばこの時間に入れないとなかなか厳しいところにもなるっていうことも考えられますか。それも考えられます。ジェフの方がもうこの守り方にこう自信をつかんでくるとですね、そのままこう固く、抜けていった、守備がどうするか、マスヤ2人ではつく、この辺りも出しどころありませんでしたね。ボールを受けます、伊藤、伊藤から長いクロス、
ゴールキックになります。この時間を使って船田がしっかり落ち着かせて、はい、みんなお互いにポジショニング確認し合ってよっていう時間を与えて頭を冷やしてもらってですね。この時間の使い方というものも経験があるなしで変わってきますね。本当落ち着かせるのがうまいですよ彼女は、はい、コミュニケーション能力も高いということで魅力のある選手です。ジェフは久しぶりのチャンスですね、はい、いやいい雰囲気です、今日はダブルヘッダーの開催ということで午後4時からは J リーグの試合があります。多くのお客さんが詰めかけています。いい位置ですね。いい位置ですね、それでこのゴール裏のこう黄色い声援がねえ選手たちこのキッカーの正面からね、はい、あの浴びることができるんでねこれはいやなんかいい光景をこれ瀬戸口の目からは見えてんじゃないですか、はい、今瀬戸口が蹴っていく鴨川ゴールキーパーキャッチ、うん、ただ今のアイデアはどうでしたか。 いい狙いですよね、はい竹中うまいですねゴールキーパーやっぱりね彼女はシュートあの際どいコースのところやっぱり行くんですよ体がちゃんと届くからね、それは才能的なところもあるんでしょうか。まあ、そうだと思います。彼女高校生の頃からやっぱりズバ抜けたいいゴールキーパーセンスしてるなってやっぱ思いましたね。運動神経が抜群という竹中選手です。鮫島がクロスを入れる強化は強化後ろへ上野が弾く三宅高瀬に出します。一度落ち着かせて走り出しているのが杉田上野が対応しに行くジェフレディースのスローインです。ちょっと今あいなくポジション乱れてるんで、あの確認した方がいいですね、はい、ジェフレディスにとってはチャンスですね。ああうまくいった、はい、川野が取ります。小沢右に開きます。鴨川自分で運ぶドリブルやテクニックには定評があります。中には大竹が走っている抜いたしかしこのプレーには、うん、ジェフのサポーターからも大きな拍手ですね。これは本当に見てる人みんな嬉しい、はい、あの勇気づけられると思いますね、鴨川も背はそんなに高くないですけどやっぱ体強いですよね、はい、156センチと、まあ、小柄ではありますけれどもここまで3得点を決めています。あの J ビレッジでやった試合でしたか、もうスーパーなロングシュートが ちょうどハーフレーラインの少し前ぐらいからのロングシュートでした ね、いいシュートでしたよ、はいね、今日もねそういう見せ場を作ってほしいですね。そうですね。上野からのクロス大竹走っている、うん、収まる打っていったしかし大きく枠を外れました。ちょっとごめんというようなね表情ではありますけれども、いやでも欲しいところに本当にいいパスが来てくれたから、はい、あの受ける方としてああいうのはね嬉しいんですよ。うん、次のプレーにもつながりそうですよ ね。高瀬は真ん中に出していきます。カットします。あ今戻って守備をしたのは曽根かな。そうですね。ね、曽根ですね。あそこ通ってたら多分高瀬そのまま中上がっていって。チャンス作れたと思うんでね、あのパスを分断したのはあの曽根のファインプレーですよね、はい、よく戻って今体入れましたね。前回初スタメン起用ということで、うん、ユース出身の選手ですよね。そうですね。ア
相手の嫌なところでボールを取るところも特徴ということで、まさにそんなプレーが出たかもしれないですね。まさしくそうですね、今のね。お、アイナックボール、マスヤからもう一度牛島へ。マスヤ、強化も走り出そうとしているんですけれども、すでにこう囲まれるんですよね。これで、ああもうジェフじわじわじわって、もうこれでライン上がりますからね、はい、小沢が前線からチェイジング。今度は大滝です。どんどん上げていきます若林。しかしアイナックにボールが収まる。ドリブルで運ぶ。強川から後ろへ中島。中島と伊藤のパス交換。強川、強化どうするか。2人に囲まれている。ジェフレディースのボールになります。曽根、杉田、杉田から中島クロス。今の打っていたかもしれないですね。今シュートですね、はい、あいなく人数かけてるんですけれども、やっぱりね、一番出したいところは消されているから、ちょっと遠回りになっちゃうんですよ。これどうかな。ちょっとあいなくちょっと気になるのは、はい、さっきこう押せ押せの時間帯が続いたじゃないですか、あれあたりから前線の選手がなんかこう前にこう張り付いちゃうというか、はい、張り付く選手がこう3人とか並んじゃう時間があったんで、あそこ誰か降りてってパスワークに参加してった方が良さそうなんですけどね。どうかな。強化はマスヤ、杉田から牛島へ。牛島から杉田、杉田は川野、川野から右に開いて高瀬です。クロスを出させない。どうやって抜くんでしょうか。山崎がしっかりついています。クロス上げていく、ゴール上です。もうあわよくば枠にっていう感じのボールでしたけれども、いいところまでは行くんですけれども、なかなかシュートにはっていうところなんですよね。そうだと思います。決定的なチャンスを、つまりそのシュート打たれたら入れられちゃう確率の高いところは絶対そこにボール入れさせてないんですよ。しっかり鍵をかけていますジェフレディースです。 だからその周辺ではもうある程度ボールを持たれることは、多分ジェフとしてはもう計画済みなんだと思うんですよね、はい、けどその絶対ここに入れられたら打たれちゃうっていうところだけは、必ず守ってるんで、先ほどと同じように鴨川が持っていきます。あ、これはちょうどパスミスになった。走っていく、それ打っていこう。大滝もう一本、しかしここは出ました。いや、アイナックは命拾い。そうですね、でも今ジェフは先週のね、浦和戦もああいうこう相手がね、ちょっとパスミスのところから一気にガッていって点を先生と取ったんで、はい、ちょっと今同じようなチャンス迎えて、惜しかったですね、前半の33分にいい形が出ましたジェフレディースです。高瀬、中島、前に走り出しています。川野から杉田、うまいですね、うん、これワールドカップでもこのプレーやると思うんですよ、はい、キュッて足を引いてね、で相手チームビビると思いますよ杉田に。そうですよね、杉田選手のいいところ、改めてどんなところなんでしょうか。ボールを取られないんですよ、奪いに来た選手全部やってひょいひょいってかわしちゃうんで、中島、高瀬、ワンタッチでつないでいく。ジェフレディースがボールを出します。それこそね、今年から FIFA の年間表彰で、プレイヤーオブザイヤーと監督だけじゃなくて、ワールドベストイレブン、女子ワールドベストイレブンというのが表彰の対象になりました、はい、あと世界最優秀年間最優秀女子ゴールキーパーという
タイトルもできたんで、そう考えると杉田とかねワールドイレブン十分候補に入るぐらい魅力的な選手だと僕は思うので、まあなでしこジャパンでね、いい試合で、はい、いいなんていうかなこう評価というかねいい印象を与えてほしいですよね。はい、抜け出していく竹中で、もちろんその FIFA の年間表彰って代表の活動だけが対象じゃないんで、もしかしたらこの YouTube で例えばヨーロッパのジャーナリストが、見てねなでしこリーグの選手をベストイレブンにノミネートしたいって言うかもしれないですから、うん、そういう意味ではもう本当各チームの選手もう本当にここで日本で磨いた技術を試合で存分に出してもらえたらね、世界にその名声が届くかもしれない、はい、まあ、このインターネットで世界がつながってますからね、サッカーは、ね、鮫島伊藤、うん、さあもう一枚前杉田から中島右サイドしっかり高瀬が走っています。あっと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 はどうでしょうか、ないか、ないか、ありません。後ろに出します中島、杉田からここはマスヤ、強化は今度は左へ、杉田どこを選択するでしょうか。真ん中です、打っていきましたがここは精度を欠きました。まあ、強化はらしいアイデアですね、ね、振り向きざま。強化選手のいいところはどんなところですか。あのね、彼女はね、ゴール前、僕一番の特徴はワンタッチゴーラーって言うんですけど、はい、クロスに対して飛び込んでピンポイントで合わせて決めるっていう、もうフィニッシャーだと思うんですよ。でその良さが出てるのと、あとは意表をついたところからね、はい、シュートを打てるんで、今のもゴールを見てないのに振り向きざま打ったじゃないですか、はい、そういうね意外なプレーをやるからね相手は怖いですよね。前回の得点も川野選手からのワンタッチゴールでしたからね。そうなんですよ、彼女はやっぱり一番は本人も言ってると思うんですけどワンタッチゴーラーですね、一番の特徴はね。今日もそのゴールを見られるでしょうか。ジェフレディスのボール、大滝クロスを入れてくる、ゴールキックです。鮫島ゆっくりボールを回します。アイナック、いいですね、こう中央のコースをしっかりこう消して、はい、うん、入ったらこうやって囲んでちょっとどこに出そうかなっていうのを迷ってる感じもありますからね。で自由にプレーさせてないんでね、はい、ジェフの方はね、山崎と高瀬のマッチアップっていうものもねずっと見られていますけれども、はい、山崎も対応しています、うん、高瀬から川野、もう一度高瀬、アイナックのスローインです。ゴールまでは近づいています。強化は上野が正面に入っています。しっかり出していきました高瀬、あーチャンスかも、あここはアドバンテージを見ている、打っていった、しかし船田しっかり触っていました、触ってました、ナイスキー、お互いらしさが出ましたね、はい、マスヤもこう右で打つような感じで走り込んで左に持ち替えてですねシュートを打ってしっかり枠に飛んで、はい、うん、あコーナーキックですね、そうですね、はい、アイナックとしてはここはチャンス生かしたいですよね。そうですね、
キッカーは中島です。高さ的にはでもねジェフも揃ってますからね、はい、ここどんな風にいくかな。キッカー中島、ニアか、低いボールニア、セカンドボールはアイナク、吐き出す。こっちはどっちが打ちつくか。奪った杉田、杉田から駆け上がる、しかし最後は相手に当たりました。今ブロックいったのも曽根ですか。はい、あいい守備しますね。今何歳、19歳ですね。さあもう一度コーナーキックです。中島が蹴りに行きます。来たか、まだある。鮫島走り込んでいる。牛島左に展開、ここは杉田が受けます。しかしここも2人で囲んでいます。一度後ろへ、鮫島長いボールを入れていく。ああ、山崎が対応します。今度は瀬戸口、すらしたところには誰もいませんでした。ちなみに先ほどいい守備を見せた曽根選手なんですけれども、うん、はい、一ノ瀬選手とユースでは同時期に昇格している選手なんですよね。高瀬がボールを持ちます。いや、2列目いった。あ、正面です。今みたいなこう時間差でゴール前に走り込んでくる選手がいると、はい、高瀬もクロス上げやすいですし、相手守りにくいですよね。増谷選手も早い段階から走ってましたもんね、うん、そうなんです。でわざと強化を先に行かせてるんですよ、はい、で強化はに相手のマークをくっつかせといて遅れてマスヤが入ってくるようなね、はい、うん、あの2人のコンビネーションが今良かったんで、うん、川野、おっと大丈夫でしょうか。マスヤ、中島追いつくか。あ、追いつきましたが、ここはボールが切れます。上野のスローインです。中島コールです。強化は杉田、ワンタッチ杉田が打っていく。ここもキーパーががっちりキャッチしています。やはりこの辺りも落ち着かせますね。そうですね、杉田、セカンドボールがジェフレディース。山崎がボールを取る。竹中です。鮫島、伊藤から三宅、三宅は中島にボールを預けます。そして高瀬、藤井監督もこうしっかりとテクニカルエリアのも一番前で指示をしてますね。そうですね、ポジショニングの指示でしょうか。そうですね、高瀬のクロス、中島、瀬戸口が追いつく。左に開く山崎、山崎一人抜いた。ジェフレディースボールです。もう一度ジェフレディースのボールです。さあジェフはこれ、攻めながらもカウンターでその破られないように後ろかなり気をつけながらだと思うんで、ここで 今いる中にいる2人でなんとか決めてほしい。クロスが入る、パンチング、竹中チャンスか、ちょっと
っとここはタイミングが合いませんでした。鴨川自分で持っていくが、いや今ねゴールキーパーが前に出てたんで、はい、もし鴨川の今正面にこぼれてたらねかなりチャンスだったですけどね、悔しそうです ね、 ね、うん、いや今牛島がよくねシュートコース防いでね攻撃を遅らせましたよ、はい、うん、ただコーナーキックのチャンスを得ました。いやこれ本当にいい雰囲気ですねゴール裏のね、はい、その声援を背に瀬戸口がキッカーです。しっかり話し合っています。背の高い選手は大滝ですね。ニアに入れていく。アイナクが先に触る。瀬戸口正面です。ここで前半終了です。ジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナク神戸レオネッサ、前半を終了しスコアレスドローとなっています。前半ご覧になっていかがでしたか。はい、あのね点は入ってないんですけどね結構力の入るシーンがたくさん見えて、はい、僕はねあの両ゴール前の攻防に非常に見応えのある、見てて面白い試合だと思いますね。それぞれこのゴールをこじ開けるためには両チームどんなところ必要になってくるでしょうか。うん、そうですね、アイナックはやっぱゴール前のーボールのつなぎ、ボール出した選手がこうどう走り抜けていくかっていうあたりかなと思うんですよね。ジェフはどうでしょうね、ロングボールからのやっぱりカウンターが勝つのになってくるんだと思うんですけども、それに味方が長い距離走らなきゃサポートに行けないんですけど、走ってくる選手が1人2人って出てくるとかなりチャンス拡大すると思うんで、うん、勝負どころでそれ使ってくるんじゃないですかね。なるほど、まあ、後半になってくるとまたその交代選手などもちょっとポイントになってきそうですね。そうですね、あなんか今ちょっとねピッチの上でねこれあれ一般のお客さんですかね。あそうですね、これから、はい、イベントも行われますね。これなんか良さそうだ。なんかあのね、いや僕が前ドイツで女子サッカー見たときに、はい、あのハーフタイムにこのピッチの中に子供たちのお客さん入れて、でボールで遊ぶみたいなイベントをねやってるの見たことあるんですよ。はい、うん、このやっぱり試合の合間にお客さん入れるって珍しい感じがしますけど、これいいですね、楽しそうですね。まあ、ハーフタイムですと本当にあのいろいろなイベントも行われる時はありますけれども、あのお客さんも本当に盛り上がりますよね。これピッチの修復を手伝ってるのかな。あいやこれからあの演舞も、イベントに、あでもこれは修復なんかあのバケツとスコップを持ってるからかな。これイベントとしてやってるっていうよりもそのピッチ内の作業をお子さんたちにもその体験してもらってるってことなんですかね。あなんかこういう試みもいいですね。ちなみにあの江橋さんがご覧になっていて、はい、こう今まで印象的だったこうハーフタイムのこととかありましたか。そのドイツのなんか子供たちが出てきてキックをしてその時速を測るみたいなイベントはすごく面白そうだったなっていうのと、はい、あとはね、なんでしょう、ハーフタイムってあのお子さんがチアリーディングをやったりとかね、はい、そういうのも印象的ですね。まあ、こういったイベントも通して本当にお客さんにはねあのサッカー観戦が初めてという方も楽しんでもらいたいですよ ね。さてこの後はハーフタイムのイベントも行われます。お送りしている第9節ジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナック神戸レオネッサ、前半を終了しスコアレスドローとなっています。では後半開始まで少々お待ちください。
この時間はなでしこリーグの第9節ジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナク神戸レオネッサの一戦をお送りしています。後半が始まりました。エンドが入れ替わっています。ジェフボールです。鮫島、三宅、その三宅からどうでしょうか。後ろでボールを回します。さあ前を向くか。伊藤から牛島、川野、対応していきます。アイナックペースになっている。江橋さんご覧になってどうですか。クロスが入ってくる。はい、いやでもアイナックはこう手数をかけさせられてるんですよね、もう多分ねもう少しシンプルにトントントンって繋いでいきたかったと思うんですけれども、やっぱりそこね立たれているので、あのジェフの選手のね守備の時の立ち位置がいいんですよね、パス出せないんですよね。後半が始まる前のロックアウトがジェフの方がちょっと遅かったんですけれども、そうですね、そのあたり何か意図があるんですかね。あのおそらくね監督中心にこう入念に後半の戦い方の確認をしてたんだろうと思います、はい、ですから本当にこう今日のプレーは何ですかね、こうか簡単じゃないし、もうみんなで決めたことをしっかり守らないと破綻しちゃったらまずいぞっていう、はい、そういうもうのがこう読み取れる感じがしましたね、はい、強化は前に出していく、よく入った。ジェフレディースのボールです。あーそっか、あのカップ戦でこの両チームやった時に、岩渕にラインの裏に走り抜けられて、そうでしたね、ジェフは失点したんですよね、はい、だそのボールのケアがかなり対策ができてるんですね。あのディフェンダーの間隙間をパス縦パス通されて走り込まれてっていうのが、アイナックは多分そのジェフの試合もそうだけど他の試合でもやっぱり似たような得点シーンあるんで、はい、そのパスをかなりこう対策を練習してきてるんじゃないですかね。さあ上野、上野から山崎、中島が奪い取ります。中島がこうやって、ね、戻ってきて、守備をするっていう今みたいな、はい、クロス上げさせない守備はマイナックでもそうですけれども、おそらくワールドカップでもこういう守備を求められることになると思うんでね、まあ、中島でも本当に攻撃でも守備でも本当徹底してよく本当走りますし、ボールに追いつくまで本当全力で戻ってくるんで頼もしいですね。中島選手はワールドカップのメンバーの中では年齢も上の方なのでチームの雰囲気も良くしていきたいという話もしていました。アイナックボールです。江橋さん、そのワールドカップでどんなところ注目されてますか。はい、どうでしょうね、あのね大会全体を見ると僕はフランスとイングランドがひょっとしたらこれ大会の後世界ランク1位変わるんじゃないかぐらいに思っていて、でイングランドかなり強いと思うんですよ、はい、昨日あの昨日というか今朝か日本時間の今朝で女子チャンピオンズリーグの決勝やりましたけれども、まあフランス勢イングランド勢大活躍ですよね。大滝走り込んでいる、小澤、失礼、曽根ですね。あね、曽根が上がってましたね、今度は攻撃でもね、あの長い距離を走って、はい、いいプレーしてますね。ただそのイングランドといえば日本がグループリーグで当たるところですよね。はい、はい、そうなんですよね、まあ、第3戦なんで、まあ、理想は日本もイングランドも2連勝で、勝ち点6を持った状態で
対戦できるのが一番、まあ、言い立ては少ないと言いますか、お互いにとってね、主力を休ませるとかの調整にも使えそうですからね。マスヤから強化は、強化はどうするか、マスヤにもう一度受ける、マスヤ完全に囲まれています。そう、ここですね、強化は杉田、おマスヤがクロス、あ、打っていったんですけれども、あわやというところでしたね。そうですね、うん、この角度の薄いところからシュート狙うのは、はっきり言って今日は狙い目かもしれない。あそこはコースに立ってくる選手はたぶんあの角度はいないと思うんで、ゴールキーパーの手をかすめて、うん、ファーポストこすってぐらいの感じで、はい、はい、そこは、まあ、確かに狙い目ですけど、うん、狙いを定めるのは相当大変なんだよね、ですよね。長いボール、ジェフレディスのボールとなります。競り合ったボールはジェフレディスです。ここはアイナックボールになりました。そのワールドカップですけれども、はい、まあ、これからこの5人の選手たちが行くわけですけれども、うん、まあ、それぞれ本当にいい力を発揮してほしいですよね。そうですね、まあ、なんといってもそのね、自分たちの力を出し尽くしたっていう気持ちを、実感をやっぱり持ってほしいんですよ、はい、もっとできたはずなのになっていう。さあ、ここはどうするか、自ら打っていった、キーパー直接ミドルを打っていきました、杉田でした。まあ、やっぱり、うん、ミドルシュートをこう合間合間挟んで、相手のちょっと足をなんていうのかな、ちょっと引き出すというかね、はい、そういうのももう時折見せていかないと、ゴール前固められて苦しんでいるんでね、うん、ああいうプレーがこう合間に入ってくるのはすごくいいですね。牛島から鮫島、まあ、そのワールドカップでもその出し尽くしたっていう実感を持ち帰ってきてほしいんですよ、うん、やっぱね、もっとできたかもしれないのにな。マスヤ抜け出していく、また角度ないところ、ここはクロスだ、高瀬、あ、いい動き、もう一度右に開きます、精度を欠きました。この辺りはどうでしたか。ね、今最前線のところに川野がいてボールを待ってたんだけれども、はい、川野が今ファーだかニアだかどっちかに動いてディフェンダー引きずり出してくれたら強化が飛び込んで来られたかもしれないんですけど、ちょっと今ね、川野一人っていう状況になっちゃったんでね、ちょっと孤立してしまってる状況ですね。今のゴール前ではそんな感じでしたね、はい、相手陣内にはじりじりと攻め込んではいるんですけれども、なかなか得点は生まれていません。そう、最後の最後のところですよね、はい、やっぱりこのジェフが自陣に守り引いて守る感じは前半からそうだったんでね、さっきハーフタイムに鮫島と三宅、それから竹中3人で集まって、その攻撃の多分組み立て方の打ち合わせしてたと思うんですよね、はい、マスヤがドリブル、あ、これはいい抜け出しだ、直接打っていった、しかしゴール右でしたね決定的、はい、決定的。今のは珍しくと言いますか、この試合では初めてかな、ジェフのちょっと守備の、ねえ、穴をついたような、穴つかれましたよね。今のは中島が外から斜めに走り込んできたところにパスが通ったんですよね、うん、今みたいなのはあいなくきっと狙ってて、ようやくチャンスが来たという感じで、はい、待ってましただったと思うんですけどね、いや決定的でしたよ、はい、うん、
ジェフレディースにとってはちょっと救われた形になりましたね、うん、命拾い、正直命拾いっていう感じだと思いますね、うん、これはね。ここでハーフタイムのコメントもご紹介したいと思います。ジェフレディースの藤井監督からはサイドからの攻撃に対してフリーの選手を作らないように守ろう、それからこちらのサイド攻撃はいい形を作れている、継続しつつ逆サイドはリスク管理をしっかりすること、後半が勝負、ベンチを含めて信頼して45分を戦おうという指示が出ました。日本のアイナックの鈴木監督ですが、真ん中のスペースを上手に調整する、大きく入れてくるボールに注意する、そしてボックス付近でもう一工夫するというような話があったそうです。うん、アイナック鈴木監督 の、 その3番目ボックス付近でもう一工夫っていうのはやっぱりそうですね、はい、前半そこでもう一つなんかできればっていうところだったんで、うん、これジェフのハーフタイムコメント見るとこれ狙い通りな感じしますよ。そうですね、前半できてたことをもう一回やりま後半も頑張ろうねって言ってる感じなので、これはだから前半相手をゼロで抑えたことは割とジェフの方が手応えを感じながらこの後半を迎えてる感じしますよね、まあ、スコアとしては 0-0 ですが、うん、この気持ち的にはジェフの方が少しリードしているというところもあるかもしれませんね。そんな感じですね、うん、あのね、締め締めというか、はい、狙い通りだぞという気持ちになってると思うんですよね、まあ、ただ安心するともうやられるんで、先ほどのようなこともありましたからね。気を引き締めるためのこのコメント、前半と同じことの確認のようになったんだと思いますね、はい、アイナックの方はね、一方ね、同じことやっててもこれ点数が入らないんでなんとか打開しなきゃいけないよねっていう、やっぱりそういう意図がこのコメントにありますよね、はい、瀬戸口がボールを運びます。血の篠から今日もスタメン起用一ノ瀬、キャプテンの上野、大滝が受ける、ボールを要求するのは小澤、ただ3人に囲まれていました。ジェフレディースのスローインになります。大滝がボールを受ける、そこから上野、後ろに展開、もう一本後ろに走り込んでいる、体を入れる、上野ボールを要求するが自ら打っていった、あわやというところでしたね、うん、いや今上野らしい思い切りが出ました、はい、今の表情もちょっと手応えがあるような笑顔でした ね、うん、ね、そうでしょうね。上野選手の良いところはどんなところですか。ね、彼女やっぱりあのプレーに思い切りがいい、迷いがないっていうところが、うん、まあ、一番だと思いますね。さあ抜けていくか、うん、船田です、ね、あとああいうふうにこうシュートの意識とかもね、彼女やっぱりあるんで、あのやっぱり相手のディフェンスとしてはやっぱちゃんと見とかないと怖い選手ですよね、うん、まで上がっている大滝、大滝中に入れていく、鴨川、牛島が対応しました。実はね、上野選手がまだ若かった頃にね、はい、あのなでしこジャパンが千葉で合宿をやった時に、まあ、練習相手といいますか、まあまあ、上野がいたんですけれども、当時の佐々木則夫監督がもうこのまま代表に連れてきたいって言ったぐらいに、はい、すごく目立っていた選手だそうでね、そのキャプテンが率いるジェフレディースです。コーナーキック、チャンスを迎えています。キッカーは瀬戸口です。筑波大学の出身の瀬戸口のキック、パンチング、一人倒れてるけど大丈夫かな。あ、止めましたね、はい、うん、上野でしょうかかな。ちょっと腰のあたり、あ、血の証拠ですね、うんうん、なんか背中から腰から落ちた感じなのかしら、どうでしょうか、ちょっと心配ですが、あ、立ち上がりましたね、うん、大丈夫ですね、うん、山崎選手ともちょっと笑顔で話してましたので安心しましたね、うん、よかったですね、はい、
まあ、ジェフレディースは怪我人も出ているというところもありますからちょっと心配ですよね。そうですよね、これ以上はね、うん、と思いますけれども、まあ、ただその怪我人が出てしまってもその後に出た選手というのも活躍していますのもよ ね、うん、ね、まあ、遜色ないといいますか、はい、なんていうかこの組織の中で浮かないですよね、うん、しっかりそのこのジェフのサッカーを体現する、その一員として、はい、あの遜色ないと思いますので、はい、もう代わりという言葉ではなくて本当に一体感があるんですよね。そうなんですよ。駆け上がっています。高瀬、マイナックもいろいろね打開するための工夫をしてきてるので、はい、これ、うん、またもう一回ぐらいビッグチャンスありそうな感じはしますね、はい、やり続けることも大事ですか。そうですね。三宅から伊藤、鮫島に出します。左の牛島を使う。牛島もう一度鮫島へ走り出している。先に若林が対応しました。三宅のスローインです。鮫島、前線は川野、それから京川がいます。川野ボールを受ける。あ、マスヤ、京川、うん、中島も中に入っている。若林、体を入れる。これ血のがこれ何点防いでるんだろうっていうぐらい、彼女 の、 あの後ろ下がりながらのパスカット、はい、これがね今日めちゃくちゃ効いてるんですよ。あのなんか後から結果論みたいな感じで言っちゃってますけれども、知能があのその前その岩渕にやられたあの失点シーンみたいなああいうパスが来るのを想定してるんだと思うんですけどね、はい、中に入れていく。直接打つ。お、最後船田がしっかりと止めました。ナイスプレー。川野が打っていったんですけれども、うん、あの触らなければこれ枠いってたんで、はい、川野も非常に狙いの効いたシュートですごく良かったと思いますし、船田頑張ってますね。ナイスプレーですね。さあコーナーキックです。ここで決められるかアイナック。宮に入れてくる。スラしたボール、ゴール右です。このピンチも防ぎましたが、もう一度コーナーキックです。ジェフレディスにとっては集中する時間帯ですね。はい、ここをね、あとね、もうファウルも絶対しないようにね、はい、キッカー中島です。ニアにもう一度入れてくる。ああ、かき出す。いやよく守った。はい、あー、ゴールキックになりました。いや今三宅の前にボールこぼれた時にこれも決まったかなって今一瞬思いましたが、あのショートコーナーあるかなっていうことでジェフの守りの選手が一人このゴール前のブロックから離れたんですよ、うん、離れたところにボールが来たんで、あ、まあ、あいなくうまくやったなと思ったんですけどね。いや、ジェフはすごいですね。このシュートブロック身を挺して、はい、いい守りを。鴨川ドリブル、瀬戸口、牛島、中島ワンタッチ、マスヤ、杉田です。強化は、うん、強化運んだ。川野が抜けている。牛島にもう一度出します。牛島囲まれています。川野、伊藤からクロス、対応するのが知能。アイナックがこんな風にこうディフェンスライン構えられちゃうとここからきついんですよ。前半もそうなんですけど、ディフェンスラインが下がりながら対応するときに隙間にボールが出ると一番チャンスなんですけど、なかなかちょっとうまくいかないところですね。 そこをうまく守ってるんですよね。
でもラインをビシッと決めてもう跳ね返すぞっていう体勢作ってるんでジェフがね、はい、そこまでの形を持っていけるとアイナックは手詰まりになってるのかなっていう感じなん でアイナックとしてはこれひょっとしたらそのタイミングの速さ勝負になってきてるかもしれないですね。相手がその構える待ち構えちゃう前に裏に出したいっていう、はい、うん、それができるがですね、で 今ぐらいのねこのラインの高さの時に裏にボールがうまく出せればシュートまでいけると思う。ここは笛がありました、うん、いけると思うんでね。ジェフレディスのスローインです。で今日の入場者数の発表もありましたが今日3306人の方がいらっしゃったそうです。はい、あの面白い数字もあるそうですね、この入場者数に関して。あ、そうなんですよ。この間ちょっとね調べ物をしていたら、イギリスの BBC がドイツ、イングランド、フランスの、各国の女子リーグ平均入場者数っていうのを調べていて、はい、意外だったんですけどね、ドイツが600人ぐらい、フランスもイングランドも800人台なんですって平均で。日本はなでしこリーグ去年1年間やって一部リーグの平均が1414人なので、うん、あ、日本の方がだいぶその入ってるんだなっていう、はい、ヨーロッパと比べた時にこれちょっと意外でした、うんうん、あの結構意外だと思った方多いんじゃないかと思うんですけどもね、はい、うん、で今日3000でしょ、はい、ね、うん、もう本当に多くのお客さんがね今日は駆けつけています。入場前からの行列もできていました。茅野からロングボール鴨川に収まります。鴨川からクロスを入れていく、しっかりカットしていきました三宅。さあコーナーキックのチャンスです。このセットプレーはジェフレディスにとってはまあチャンスでもありますよね。そうですよね、うん、ここはどうかな、サインプレーというか、まあ、まあ誰がどこに走り込むかってここで決めて、うーん、まあ、この度にセットプレーの度にしっかり円陣を作って話し合ってますよね。そうですね、蹴っていった、ちょっとボールのないところで一人倒れていますね。あ、血の選手ですね。やっぱり血の体張ってるんですよ、ボール前で、ね、うん、そういうことですね。先ほども、ね、同じような場面がありました。ただこれあれか、こっちサイドからのコーナーキックだと風が向かい風になるんですね、ちょうどね。あ、そうですね、今バックからメインスタンド側に旗がちょうど、ね、旗めいてきてますよ ね。だからファーだと向かい風になっちゃうのか、うん、今この状況でコーナーキック蹴ったら、マスヤ、チノが対応します。そしてサメ島が出してジェフレディスのボールです。鴨川のスローイン、アイナック崩す一歩手前のところまでの形が割と再現できるようになってきてるんで、はい、左サイドからね崩して、うん、これで最後の崩しのところがタイミング合えばですよね。スローインになります。ジェフレディスのボールです。若林のスローイン、マスヤ、杉田に預けます。中島、中島から伊藤。そっか、やっぱり川野は中央で足元もらいたいんですね。あそこ、そうか、どっちがいいのかな、走り抜けてもらって誰か飛び込ませるみたいなのもあってもいいのかなとも思うけれども、まあ、でも川野はそこでボールもらえたら自分はこうできるって自信があるからああいう呼び込み小型をしてると思うんでね、はい、牛島、杉田はどうするでしょうか。そうか、なんかこうボールの出しどころっていうかね、あ、ボール呼び込んでますね、うん、そうなんですよ。でね、それはどうやらこれもう共有できてるんですよ、アイナックは。ただみんなが同じところ
に殺到しようとしちゃってるんですよ今、マスヤも強化はもう川野も同じところでボール受け下がっちゃってるんで、こうなると攻撃陣同士がお互いの狙いを感じ合って違うプレーに変えてった方がいいんですよね、そうですね、川野選手ももう両手を広げてボールを呼び込んでますね。そうあのここへ来れって言ってるんですけど、そこは実は今強化はもうマスヤもそこに走り込みたいって言ってるんですよね、あのそういう動き方してるんで、ちょっと重なっちゃうとな。牛島です。後ろで一度戻します。鮫島から牛島、さあここでボールをやっと受けられました。杉田クロスが上がる、はい、川野血のとのマッチアップ、牛島行ったか、牛島ですね今、牛島です。さあそうですね、あでも先ほどは牛島はあの辺りまで攻め込んでたんですね。そうなんです、そうなんです、あのアイナックのサイドバックはディフェンダーじゃないですよ、あの2人と も、もうストライカーみたいなセンス持ってる選手なんで、本当にねゴール前サイドバックからのパスをサイドバックが押し込むみたいなことをアイナックはやってくるんで、牛島は面白いですよそういう意味でも、そしてもう片方のサイドバックである高瀬選手ですからね、もう言わずと知れた、そう、はい、得点源ですから ね、サメ島伊藤、ここでサイドバックを引きつけるんですよライン際に、そうすると隙間できるんですよ、あの千野と、ね、若林の間の隙間できるんで、そこに人が走り込ませて奥を取りたいんですよね。ただその意図がなかなか実現できてない状況ですね。そうですでそこにスペースができたなと思った時に2人3人がそこ狙っちゃってる感じがしてるんで、上の走り込んでいる山崎、前に出してくれと言ったような感じで小沢もいます。大滝がボールを収める、山崎後ろに出します。千野は右サイド、鴨川を経由する、若林がオーバーラップ、牛島、さあ自ら運んでいきます。川野から強化は杉田、右に展開、中島どうするか、右からクロスが入る、マスヤがボールを収めます。キャスル選手、杉田、残してるか、まだあります。アイナックのボールになりました。いや両チームとも粘り強いですね、ちょっとボールがずれたなっていう時も立て直しに来ますね、守備の方もそうですけど、伊藤は後ろに出す、三宅、鮫島、牛島、ゆっくりと回して出しどころを探ります。長いボール、セカンドボールアイナック、強化のボールが収まる、前からの守備、杉田ボールを失わない、牛島クロスを上げてくる、ヘディングが追いません。何度も波状攻撃のようでしたけれどもね、これねジェフの方としては、ジェフのファンの人はヒヤヒヤかもしれませんけれども、いやかなり粘り強く守ってるんで、ここをねジェフがしのぎきればジェフにもチャンス来ますからね、これね、必ずこの辺りは集中力がどちらが粘り強く続けられるかといったところになるかもしれません。スローインです。ジェフレディース、強化は川野、牛島、助かった、もうここでボールを運びます。強化はドリブル、牛島相手に収まる、
バックパス、好きなように攻撃はさせませんね、うん、追い込んでますよ、ちゃんと追い込んで、はい、もうこっちにしか出せないようにっていう風にね、うまいですよね。両チームとも攻撃の、交代の準備は特にはしていないんですけれども、この交代カードというのも気になりますね。そうですね、残り、あ、もう残り15分、うん、粘る粘る、鴨川ドリブルで運ぶ、囲まれる、鮫島です。若林、牛島がボールを持っています。マスヤ、強化走り込んでいる、しかし千野が対応、落ち着いて船田まで戻します。いや本当に落ち着いてますね、千野選手、落ち着いてますね。上野がドリブル、左サイドへ駆け上がります。あ、これ中大丈夫か、今川野が上野に、かわされた段階で、はい、アイナックの今中央の守備がちょっと人数足りなくなってたんで、そこ使われたらどうだったかなと思ったんですけど、まあ、大事には至らなかったという感じですが、伊藤のドリブル、もう一度伊藤、マスヤ、マスヤから左サイド、牛島、やはりここまで上がりますね、牛島ここから前に走り抜けてもいいんですよ、まあ、今残ってますよ、高瀬からもう一度右、その高瀬がもう一度受けます。しかし高瀬には2人がマーク、ドリブルで駆け上がりますが一度後ろに出す、かわしていく、キーパーはしっかりとキャッチしています。ジェフレディースがこう耐える時間というのもちょっと長くなってます ね。でもまあこれは今日は辛抱する試合だぞと思って入っているはずなんで、うん、まあ今大変だと思いますけれども、うん、これ乗り越えなきゃいけないですね。そうですね、藤井監督は前節の後に4位に順位を上げたことについて、首位から離されないことが大事で、勝ち点3を狙いつつチーム力で勝ち取った3ポイントなので非常に嬉しいが、勝ち点1を狙うゲームプランを実行する巧みさや判断ももう一度確認させながら次の試合には臨みたいというような話もしていました。うんうんうん、勝つだけ、もちろん勝ちを目指すけど、うん、引き分けでも良しとするそういう試合だってあるんだよってことですね、うん、長いリーグ戦ですからね。まあそうですよね、うん、鮫島から伊藤が左サイドの方に来ています。前を向くマスヤ、ここも攻防になっています。前を向けるか、右を使います。中島、強化は伊藤前、いや本当にパスコースがないですよね、本当消されてますもんね。戻りきっています。伊藤、牛島、前から守備をしています。ジェフレディース、杉田、千野、そしてどうだ、大滝がボールを奪う、これはチャンスになるか、あと何人かサポートが欲しいところです。そうでしたね今ね、はい、うん、その通りで、もう少しねサポート早ければってところでしたね。確かに今のような切り替えは非常に良かったですよね。良かったと思いますね、はい、うん、まあ、大谷もねボールキープできる選手ですから、ね、まあでもあれあそこから長い距離上がっていくのももうこの時間帯だと結構きついと思いますけどね。そうですね、残り10分になっています、そして準備をしていますね。そうですね、交代ありそうですね、はい、中田亜佑選手が交代準備をしています。アイナックです。牛島から伊藤へ、
そしてもう一度牛島です、ね、この辺でボールをこうキープしながら相手の陣形崩すようなこう狙ってるんですけど、誘ってきてるんですけど、アイナックの方が、おびき出されてくれないんですよ、でしっかり構えていて、そうですね、この隙間を作らないように立ってるから、これ打開するには、だこうなるとドリブルとかで相手をこう動かさないといけないのかなと思うんですけど、ここで選手交代です。背番号18番の川野樹里選手に代わって入るのが中田愛優選手です。前回は負傷交代ということでしたけれども、ここで帰ってきました。まあね、時間、まあ、残り、まあ、10分少々ですけれども、まあ、時間を切って、まあ、10分ぐらいならっていう、多分そういう使い方だと思うんですよね、まあ、中田が左に入ったことで、これ多分マセアが中央に、そうですね、移動するんで、前回のスタメンと同じような形になりましたね。そうですよね。でこの顔ぶれで崩していくのは、あのさ、まあ、しっくりくるかもしれないですね、はい、なんか変わるかもしれない、はい、中田も早速ボールを触っています。あ、ちょっと大丈夫でしょうか。膝を押さえています。三宅選手ですね。ただ立ち上がりました。三宅選手もワールドカップに選出されています。若林選手のスローインです。粘る。スローインに変わります。アイナックボール。牛島から鮫島、牛島へ。杉田選手はこの時間になっても失いませんね、本当に、うん、テクニックを見せてくれます、本当に。伊藤から中島、右でボールを呼んでいる。いいボールが入るか。いや、しかしここは先にジェフレディスが対応しました。いや、今ね、あの高瀬にパスが来るっていうことをジェフの山崎が読んで、かなり早い段階から後ろ向きに全力で戻っていったんで、はい、それで今間に合いましたよね。ジェフレディスは走るを土台にしていますけれども、まさに後半になっても体現しています。そうですね、はい、まあさすがに疲れてきてるとは思うんですけれども、それでもね、疲れた時にどれだけ頑張れるかっていうのもやっぱりサッカーで大事ですからね、はい、変わって入った中田です。中田から強化は前を向いている。ここは後ろでボールを受けるブロックを敷く、ここは決定機、先にちゃんと出ていました。あわやというところでしたね。はい、はい、そうでしたね。ただアイナクにとっては決定機でした。いやでもジェフも本当に今日はいい守りを見せてくれてます。はい、ボールが切れます。これもだからアイナックとしては時間との戦いなんですよ。これあのもう繰り返し同じようにこうやってボールを回しながら、はい、最後のターゲットスペースをこじ開けたい、うん、でそれがあとタイムリミットがあと7分少々っていうところまで来ちゃって、はい、中田のクロス対応している。かき出す。ボールが収まった。しかしここもカットする。いや来た。これはどうだ。オフサイドはなし。いや、オフサイドがありましたね。上がってますね。オフサイドがありました。ただオフサイドがなければ1対1というもう場面でしたね。ゴールキーパーと1対1までは持っていけるところでしたね、はい、今ね。
まあ、でも前半からミドルシュート打ってたのが今布石になって効いてるんじゃないですかね。なるほど、うん、ミドルかなと思ったところでもう一個つないだんで今ね、うん、それで中島の動きがやっぱりあの目で追い切れなくなりましたね、はい、ちょっと穴が開いたようなところになりましたよね。そう空きかけてそこを中島がしっかり狙ったんですけどね、はい、バッタ強化は前線から守備をしています中田。フレッシュな選手です中田。ジェフレディスにボールが収まる。曽根強い。上野に出す。ただい長いボール、山崎がボールを収める。さあ右に開くぞ。さあこれファーサイドがチャンスになりそう。クロス上げるかどうなるか。相手に当たりました。ただコーナーキックです。さあ試合終了間際というところまで来ています。あ、今度は鴨川に蹴らせますか。そうですね、キッカーは鴨川選手です。ジェフの大声援を背にコーナーキックを蹴っていきます。しっかりとエンジンを組んで話し合います。これアイナクしっかりマークをしっかり取らないと取っておきたいですね、これね、前半5分弱蹴っていった中央、竹中がしっかりキャッチします。若林ここで追いつくか。マスヤボールが切れる。マスヤのスローイン。中田中央へ。杉田から牛島。中田が入れる。クロスを入ってくる。かき出すジェフレディス。大滝がドリブルで運ぶ。ただ2人が囲まれました。スローインになります。ピンチ一つしのいだ時のこの拍手とかもやっぱり今日すごくジェフ側の観客席からねたくさん飛んでくるんで、まあ選手は励まされてることと思います。そうですよね、うん、竹中から鮫島です。中田アイナックのスローインです。マスヤ、杉田から鮫島、ここはワールドカップに選出されている2人です。中田クロスを入れる。先に触ったのは山崎、そして右ワイド入ってきたぞ。打っていった。サイドネット。しかしサイドネット。ただこの辺りの中島選手の良さ出ましたね。そうですね、まあ、同じように左からじりじりと行きながら、はい、最後フィニッシュを今までと全然違う形で持ってきてね、うん、途中相手に当たったんですね、あのロングパスがね、それが中島の前に転がったっていう、まあ、ラッキーもあって、いや今のも仕留めたかったところだと思いますが、残り1分半となっています。上野粘ります。ここも抜け出すか。あ、旗が上がっています。船田、杉田から右へ開きます。かわしていく。もう一度杉田、伊藤にボールを預けます。伊藤は牛島、広くピッチを使っていきます。中田が入っていく。しかし対応しました牛島、早いリスタート。スローイン、胸トラップをして鮫島、山崎が対応します。
鳴宮選手が準備をしていますね。前回の試合で復帰しました鳴宮選手です。今日ももちろん横断幕も掲げられています。強化は牛島、中田、もう一度強化はです、失礼、牛島です。伊藤から鮫島まで戻しました。鮫島のクロス、ゴールキーパーが先にしっかりいい判断で取りました。アディショナルタイムが1分の表示です。もうこの交代は時間を使いに行くといったような感じでしょうか。うん、まあ、その狙いも一つあるでしょうし、あと、まあ鳴宮なんでね、もうカウンター一発で期待もかけていることと思います。はい、伊藤です。ただボールが切れるまでは途中交代はできません。牛島へのクロス、中田、ゴールキックです。ここで選手交代です。背番号11番小澤博選手に代わって背番号7番の鳴宮結衣選手が入ります。小澤ね、今日はそうなかなかねシュートまで持ち味を出す機会はそんなになかったかもしれないですけども、はい、本当守備のね、この1位に加わって本当に今日頑張りましたね。頑張りましたね。まあ、ユース出身ということもあってするところもあったでしょう。ジェフレディースゴールキック、まずは中田、セカンドボールはジェフレディース、お、しっかりボールが収まります。ここで試合終了です。90分を終え、スコアレスドロー、同点となりました。勝ち点1を積み上げた結果になりました。エバスさん、ただ両チーム、うん、いい試合を見せてくれましたね。これ見てる方にとってはかなり見応えのあるお互いの、ね、持ち味これ出し合った試合だと思うんですよ、はい、アイナックはその中盤からつないでフィニッシュへ持ち込む形を、まあ、いっぱい再現してくれましたし、はい、でジェフもね、本当に前回アイナックにやられた形であの失点をどう防ぐかっていうのをかなり考えて、はい、でそれ実行力がある選手たちだなっていうふうに思いましたね。まあ、この大きな拍手そして声援が選手たちのその力が出したっていうところの表れでもありますよね。はい、今日ね、まあ、もちろん勝ちきれなくて悔しい気持ちはこれ全員持ってると思うんですけれども、ね、でも全力出したと思いますよ今日はみんな、はい、サポーターの方にお話を聞いても10年以上このレディースのサポーターを続けている、ジェフの方だったんですけれども、まあ、調子もいいし勢いもあるし J リーグの前の試合ということでそこでなでしこリーグのファンにもなってほしいというような、ね、話もしてくれました。そして一方でアイナックの方なんですが以前鮫島選手がいい時も良くない時もアイナックのサポーターがいてくれるワールドカップはフランスに行くからねという人もいてくれるので期待に応えたいというような話もありました。さあインタビューです。ゴールキーパーの船田真由選手のインタビューでした。
本当によく守りきりましたよね、うん、あのその手応えを、みんな本当に感じてると思いますね今日ね、はい、両チームにとってこの勝ち点1はどのように捉えればいいでしょうか。ね、3取れた方がもちろん良かったんだけれども、はい、まあ、アイナックの方が、ね、あれだけ攻めてたんで今日も 点を取れなくて勝ちを逃したっていう気持ちは強いと思うんですよね。だこれをどう立って直してくるかっていうのが、まあ、今後のカップ戦とリーグ後半に向けて、まあ、課題というか、ね、立て直すところなのかなと思いますけども、あんまり悪い方に捉えない方がいいかもしれないですね、うん、悪くないんですよ攻撃の形はね、はい、そしてフランス女子ワールドカップアイナック神戸レオネッサには5人の選手が選出されているということで壮行会も行われます。こんなね、あの相手チームの、ね、はい、ホームゲームで、ね、なんかいいですね、こういうの、はい、相手チームの選手からお花が贈られるということですかね。そうですね、そうみたい、はい、まずは大滝選手が鮫島選手に抱き合ってますね。成宮選手は三宅選手に、船田選手は中島選手に、そして小野選手が三宅選手に送られました。小野から杉田かな、あ、失礼しました、杉田選手ですね。それと梶山レフェリーもかな、あ、そうです ね、上野キャプテンから送られました。いや、こうして見ていると、うん、まあ、もちろんそのライバル同士で対戦はしていたんですけれども、その女子というこのなでしこリーグの一体感というのは見られますよね、うん、そうですね、やっぱりね、女子サッカー選手はやっぱ対戦相手をやっぱりずっとこう探し続けてきたというか、歴史的にもね、お互いにサッカーやってる者同士長く続けよう、一緒にやろうねって気持ちは強いですよね。して中島キャプテンから、一言コメントがありました。改めてどんなところを期待したいですか、ワールドカップは。そうですね、どういったらいいんでしょうね、やっぱり力を出し尽くしてほしいということと、はい、今大会は、まあ、前回とか前々回、まあ、決勝まで行きましたけれども、より難しい大会には もちろんなると思うんで、はい、とにかく相手の攻撃をしっかりこう耐えて跳ね返して、集中力を切らさない、まあ、隙のないサッカーをしてほしいな、はい、全部の試合でね、してほしいなっていうところが、僕のやっぱり願いですね、うん、まあ、ある意味今日のような両チーム本当に隙はなかったですよ ね、うん、なので今日の戦いはこれがワールドカップの前にできたっていうことを選手たちはね、良かったなって思ってもらえるといいですね、はい、そして江橋さんも取材に行かれるそうですね。あ、はい、行きます、行ってきます、はい、気をつけて行ってきてください、はい、楽しみにしています。さて2019プレナスなでしこリーグ1部、この後はお伝えしましたようにワールドカップの中断期間に入り8月31日から再開されます。ただこの期間中もなでしこリーグカップは開催されます。来週は第3節の試合が5月25日26日の土曜日曜に開催されます。なでしこリーグカップはマイク中にて配信されます。詳しくはなでしこリーグ公式ホームページの放送コーナーをご覧ください。今日はジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナック神戸レオネッサの対戦をお伝えしました。0対0で引き分けとなりました。千葉県千葉市にある福田電子アリーナからお伝えしました。
放送席解説は女子サッカーを幅広く取材され FIFA 女子プレイヤーオブザイヤーの投票ジャーナリストも務めていらっしゃいますスポーツライターの江橋義則さんでした。江橋さんありがとうございました。どうもありがとうございました。実況平井でお届けいたしました。それでは福田電子アリーナからお別れいたします。